おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、なんと案件動画でございます。イエス。というのも、株式会社双葉さんという出汁の商品とかご飯のお供の商品とかを作っている会社さんからね、ありがたいことにお声掛けをいただきまして、僕も参加させていただいたコラボメニューのね、販売を行わせていただきます。で、今回ね、販売する商品がこちらでございます。今回ね、2種のご飯のお供の商品を一緒に開発させていただきまして、エビとトマトのコシヒカリ味噌と、マダイとカツオ節のピリ辛味噌の2種でございます。こちらのメニューはね、白いご飯のお供として開発させていただいた商品でして、販売が7月の10日からになっております。で、今回はこの2種を使ってね、白いご飯をまたたくさん炊いてあるので、こちらの商品と一緒に食べていこうと思っております。それではご飯の準備をしてまいります。よいしょ。はい、ってことで今準備が整いました。今回は8合とお味噌汁も準備いたしました。もうだいぶお腹も空いてるんで、早速食べていこうと思います。いただきます。まずはご飯を。いや、はい、今日はね、ご飯こんな感じで炊きたてでございます。先にちょっとお味噌汁もセッティングして、じゃあまずはこのエビとトマトのコシヒカリ味噌、こちらですね。商品の中身はね、こんな感じ。いや、うまそう。ご飯に乗っけるとね、こんな感じ、めちゃめちゃうまそう。早速こちらからいただきます。あ、うめえ。これね、すごいのが、味噌の甘いコク、和風の味がしっかりと入ってるのに、エビとね、トマトの酸味とか風味が後からふわっとくるんで、和風なんだけど洋風みたいな、ご飯にめちゃめちゃ合うの。これまたね、お野菜の食感とかがしっかり残ってるんで、こう味だけじゃなくて食感のね、ワンアクセントもついていて、めちゃめちゃ美味しいです。うまっ。今ね、朝の9時過ぎなんですけど、これ最高の朝飯、めちゃめちゃうまい。うまみが強いんで、結構たっぷりめにご飯のせた方が合いますね。これで焼き味噌おにぎりとか作っても絶対うまい。いろいろアレンジ効きそうですね。うん、はい、1杯目完食でございます。続いて2杯目と、じゃあ2杯目にはこちらの、マダイとカツオ節のピリ辛味噌ですね。いいよ。こちらの中身はね、こんな感じでございます。ちょっとね、味噌感というか茶色みが先ほどのやつよりも増してますね。そしたら、いいよ、こいしょっと、うん、でんと。いや、これ贅沢、見てこれ、はい、超贅沢のっけでございます。うまそう。
っぱりこっちの商品よりもタイとか鰹節とか出汁に使われる食材が結構入っているので、旨味成分というか甘みがね結構強く感じるんですけど、生姜が入っていてかなり風味が効いているので、その甘いこの柔らかい感じをキュッとね引き締めてくれて、またねこれ唐辛子が入ってるらしいんですけど、この後味にねピリッとした辛味がまたうまいでございます。これはね食欲そそるよ。ちょっとお味噌汁に一味を。比較的こちらの商品の方があの和風っぽい感じの味わいですね。これ何でも合うな多分。2杯目完食でございます。ちょっとねこちらで小休憩を。うめえ。では3杯目を。よいしょ。でもこれ全然お米足らないかも。もっと食べたいな。あと残りのご飯がね、この3杯目と、おそらくね、ちょっと4杯目でなくなっちゃいそうなんで、3、4杯目は、ちょっとアレンジをしてね、楽しんでいこうかと思っております。まず、普通のこの白いご飯に、お決まりの生卵ちゃんを。はい。で、ここにね、少しお醤油を垂らします。で、こちらに先ほどのね、エビとトマトのお味噌を。どうです、これ。TKG。うまそう、これ。あ、これめっちゃうまそうじゃないですか。やばいな、はい、うまそう。はい、うまい。はい、うまい。間違いなくうまい。これはうまいな。これいいっすよ。この組み合わせ最強に美味しい。で、ここにさらにねちょっと合うんじゃないかなって今思ってたのがごま油。これ絶対合うと思うんですよね。いやー、あー、香りは最高にいい。いただきます。やった！まあ、うまっ。なんかね不思議とそのまんま食べるよりもごま油垂らした方がなんかねエビの香ばしさみたいないい香りがねすごい引き立ってて、また違う良さがね味わえますね。これあ、これ絶対やってほしい。はい、ということで3杯目完食でございます。では4杯目ラストですね。ちょっと1回器を洗ってきました。最後の1杯なんですけど、まずこのお茶の素をさっとかけて、ここにお湯を注いで、はいはいはい、このマダイと鰹節のお味噌の方もはい、乗せちゃいましょう。これ最後に刻み海苔をパラパラっと。簡単にできる、これお茶漬け風でございます。いやー、うまそう。崩しながらね。あー、いい香りする。あー、うまっ。
とこのお茶の香りとほろ苦さがね、めちゃめちゃ合いますね。締めにちょうどいい。ああ、お茶と、うん、お茶は濃いめの方がいいですね。苦味が合うな。ご飯完食でございます。最後にお味噌汁と、はい、ということで今ねご飯の方完食いたしました。ごちそうさまでした。はい、ということでただいまねエビとトマトのコシヒカリ味噌とマダイとカツオ節のピリ辛味噌をねいただいてきました。僕もこの商品をねコラボ販売するにあたって新潟の方のね工場に行って直接いろいろ味を見たりしたんですけれども、僕が双葉さんにお話しした要望よりももう2段も3段もねさらに美味しく仕上がっておりました。この商品はねご飯のお供としてこういった瓶詰めになってるんですけれども、今回いただいたらねもちろん白いご飯には絶対に合うんですけど、これパンに塗って焼いたりしても絶対に美味しいでしょうし、かけうどんのねちょっとした薬味とかいろんなジャンルの食材に合いそうな瓶になっております。繰り返しになってしまうのですが、7月の10日から販売が開始されます。販売ページの方はね、概要欄に記載がございますので、気になった方はぜひそちらもご確認ください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。